えー、何回言っても理解できない方々がいますのでこれはしょうがないんですけど何回もしつこく言っていかないといけないと思いますけど小倉美咲さんは枯れ沢,、えー、沢ではお亡くなりになっておりません小倉美咲さんは枯れ沢ではお亡くなりになっておりませんそういう報道は一切ありませんじゃあどこでお亡くなりになったんですかっていうのは山梨県警は正式には発表しておりません ただし今のところ2つの私が確認しているニュース2つの間接的な証拠より斜面でお亡くなりになってますよというのが漏れ伝ってきてるわけです。ね、そして我々は見ちゃいました映像をね、えー、見ちゃって発表はないけどおそらく高確率でこの斜面で尾根、えー、でお亡くなりになったと推定されています。えー、ここで お亡くななりになってるわけねだからその流れ着くところで、えー、お亡くなりになってると考えている方々はかなりりのマインンドコントロール下にありますそのマインドコントロールを完成させた多くの要因が d o ン h トゥエ1 2ですね山梨県警機動隊のパフォーマンス創作パフォーマンスっていうのは 絶対にそこに流れ着かないところを流れ着いているかのようなニュースフェイクニュースとともに絵を撮らせると映像ね作り作り映像です作り絵どこですかっつったらここなわけですここで12名の精鋭この12名の精鋭の顔を私は見たいなと思ってますそれはですね えー、上の命令に忠実に従った。おそらく、この12名の姿勢の何名かは、絶対にここに流れてはいかないという確信を持ってここに潜ってるはずです。でも、命令を忠実に、えー、まあ、公務を忠実に遂行するためにここに潜っている。要は、 レれリりンが最終的にここにここに行きしましたよという可能性だけで潜ってるはずなんですよでもニュースではどう言っているか、えー、それは小川とかから流れてここに流れ着いたというようなイメージで皆さんいるはずだからお,流れお亡くなりになったところも彼れ沢同志川に続いている彼様沢でお亡くなりになったというふうに思ってるわけ それは私もそうであったからそうであったからねでも今はフェーズが違いますとああとなぜなぜそこまでか物理的に流れていかないのかっていうのは村田次郎さんの膨大な調査範囲の調査結果を見れば明らかに言ってます物理学のその学者さんがですよ えー、それこそ重力とかそういうものに精通して、えー、精通した、えー、学者さんがどうしようかじゃない探すならここまでですっつっていやこっから先探しても無理だよそのね連れ去りの死体遺棄事件以外は事故による自分の道真のようにによる要は自力で模索した上で、えー、水難事故にあったとするならここまでしか 見なくていいですよそれ以降は創作じゃなくて捜査ですよっていうのを間接的に示してるわけこれは一本前二本前の動画で言ってきておりますじゃあ皆さんは小川や沢でお亡くなりになったと思っているからそういうことねじゃあ自力で模索したというのは何を模索したかなんですねどこで何を模索したか えー、あこの「模索した」っていう自力で模索する性格ですっていうのは当時の、えー、小倉美咲さんの、えー、お母様と見られるツイートをより、あのー、私が拾ってきましただから黙々と大声を出さず、えー、迷子になっても自力で模索して活発で体力のあるというそれお母様の、えー、と見られる方の発言より に推定するとも,もはやこの林道ですね、えー、南の森も出て左に行ってこの林道ですでに迷子になったとそして模索を始めたというふうに今は私は解釈しております科捜研の研究員の多くの方々もあもうもはやもう林道の段階から迷子になっていたんだねっていうのが最近の我々の研究の 研究というか仮想のね仮想のえ一番スタンダードな考えになりつつありますでで動詞ねその動詞動詞シャンズ12というのはダムに潜る前は何をしていましたかとな何をしていましたかとこの水量のない椿沢を確認していますダムにも潜る前にねここを確認しています じゃあ、まず物理的にここは流れていかないねというのも確認した上で、ダムに潜るときは、連れ去りによる死体遺棄事件としてはい潜ったわけですよね。内心では。表向きでは違いますよね、捜索ね。で、ここを探しているときはそれより1週間も前ですから、おそらくね。1週間ぐらい、25日ぐらいですから。 どういうふうに、ドーシシャンズ12は思っていたかというと、まあ12、12人が全員いたか分かんないません。3名ぐらいだったかもしれません。で、他の4名は下の方を探していたかもしれませんが、もしくは、ドーシダムに、その、潜るときの作り映像を、やるために、12名、集め、かき集められたのかもしれません。その映像を撮るためだけにね。まあ、いいんですけど、まあ、3名ぐらいの方が映ってるわけですよ。 村田次郎さんのツイートに映っております、えー、じゃあこの方々が絶対流れねえなって思った瞬間に次何考えるかっつったらまあ道迷いの末斜面を登るという自力,自力投範が行えるかどうかというそういう予測になります残念ながら村田次郎さんはここを登ったというこっちもね右側も左側も登ったという そういうい考えを否定しております当時の発言でここは登らないだろうなだから見ていないんですこの斜面自体は見ていません、えー、村田二郎さんはね、えー、おそらく、えー、機動隊はもうそういう思いだったでしょうしかしですよ何歳の女の子が登らないと思ってたとしても多くの事件派の節穴チャンネルさんですとか それのリスナー JJ さんチャンネルですとかそのリスナーっていうのは斜面への息とかもしくはこれを担いでってこっちのね、えー、こっちに滑落したと見させて、えー、やるっていうこの息要は死体遺棄事件として見ればここは捜査範囲なわけです捜索じゃなくて捜査範囲なわけですここもここもねわかりますか 足跡はどこにあった、足跡らしきものはどこにあったんですかってったら、ここですよね、しつこく言えますけど、ここですよね、小倉美咲さんの足跡らしきものが、えー、おそらく、えー、9月の21日に、えー、失踪して、22日の早朝に発見され、 そして夕,夕方っていうか、まあね、雨降ってきて撤収する前ぐらいまでは多分第二陣として見られていますそして23日の早朝に写真まで撮られていますだからあの、まあ、そういったものが出てきた場合には美咲さんが自力でここまで行ったと信じなくてもなんかそういうものがあったとするんであればね事件の匂いを追ってってる人たちは ここを操作という見方で見るはずなんですよ。わかりますか同士ルブこの沢だけじゃなくてこの斜面も見ないといけないはずだったわけね。やってないんです。やってないんです。やってないから足跡の情報なんてもみ消しちゃったわけです。知っていました 知っていましたという情報が間接的に分かります県警の機動隊も警察も把握していただけどそれに対する捜査をやってなかったわけです捜査は捜査を全くやってなかったかといえば違います重点的に水難、えー、水難事故もしくはねこっち側の沢とか川とか上流の方も見てますからかなり広範囲にねこれというのは連れ去りの えー、死体遺棄事件としての、えー、捜査ですよねだから怪しい人の人物の特定と並行してもうすでに遺棄されたと殺害され遺棄されたという捜査が始まっていったんですだから節穴さんチャンネルとかがよく言ってるね初動からやってればよかったって初動からやってたんです皆さん初動から表には出さないけど捜査は完全にやられていました それが間接的に分かってくるわけこういう捜索ボランティアの投稿ですとか当時のニュースから分かってくるわけじゃあ山中に遺棄したという、ね、自力で上がっていかなくても、うん、誰か、うんね、大人の人が担いでそういうことをしたとその当時ねじゃあそれの捜査はやっていたかあやっていませんでしたということになります えー、美咲さんがここを登ったというね、えー、考えがなくてもなくてもですよ遺き事件を考えた場合に死体遺棄事件を考えた場合にここを捜査するはずなんですよ捜索じゃなくて捜査ねそれをやってなかったということになりますそれは同志 &12 さんのその人たち私は顔まで特定したいと思いますけどその人たちの責任じゃないんです その足跡の情報ですとか、えー、そのダムに潜りなさいと言った人、上の、えー、上のですね、問題になるわけです。こんなに離れたところに潜ったわけです。えー、物理学者はここまでっつってるわけです。ここまで。ね、1キロくらい離れたここまでっつってるのに、もう何十キロも離れた、何十キロもかね10キロくらい離れた、このダムに、えー 明らかにここに事故で行ったならばいないというのが分かってて死体遺棄事件として捜査したというでも表向きは、えー、捜索だから我々としてはあっか沢とか小川で亡くなってるんですね亡くなった可能性があるんですねというふうなマインドコントロール、えー、コントロール下にあるから 枯れ沢枯れ沢って言われた時に枯れ沢でお亡くなりになったというそういう印象をバイアスをかかっちゃうんですそれは私もかかりましたでも実際は沢じゃなくて尾根でお亡くなりになった斜面でお亡くなりになったと推定するのが自然でありますはい以上です